さあ今回も始まりました、ガッキー通るぞ自由人、イエーイ。いや今回の舞台ですね、はい、またまた鹿児島県にあります、はい、鹿児島市ワンダーランド鹿児島新鋭店となっております。前回しっかり見てくれた方はきっと気づいてると思うんですよ、もう服一緒だよなみたいな。そう、俺もねそこ気にしてた。気にしてたでしょ。なんか第1回の店舗に行った後にこっちに来てるんですよ。では前回は乗り打ちでやろうということで、はい、適当にって言ったらあれか、パチンコ海ですね、うん、まあルンルンで、ルンルン、そうそうそう、ルンルンしてね、ルンルンして帰ってきた。でまあ俺がすげえルンルンしちゃったみたいな、はい、あんまりそのガチで打たないような、まあコンセプトある意味自由人のコンセプトでもありますから、そうね、それでまあなんか勝ったんで僕がね、実際ね、今回はどんなのがいいのかなっていうのを聞いちゃおうかなと思ってね、なんかありますかね。まずは前回パチンコ打ったんで今回とりあえずパチスロ打ちたいな。おお、何かしら発言、その、まあ、勝ちにつながったり期待値のこととか攻略的なこととか、何かしら発言したらちょっとポイントで引いていこうと。ほう、で、まあ、マイナス5ポイント食らった人は、まあ、罰を設けようと、まあ、でもまあいつも通りまた打ちながら罰も決めてってもいいんじゃないかな。いいと思います。まあ罰はまず全然考えてないんですけども、騎手は決まってないんですけど、まあこの後、まあ当然行き当たりばったりの企画ですから、ね、ちなみに、まあ夕方、まあ、3時ぐらいなんですよ今、はい、こっからですからね、結構もう回されててみたいな状態ですけど、あ、なんであれですよ、まあ普段やる座る前にポチポチと触るわけじゃない、これもう NG ですから、そこも触っちゃダメ、見ちゃダメ。マジか。じゃあこれなんか実践行く前のなんか、さ、掛け声みたいなとかさ、あ、決めよっか。決めちゃう、やっちゃうよ、やっちゃうよ。今から実践をでっちゃやっちゃう、はい、じゃあ今から、僕ガッキーとトールが実践をするクルーみたいだな。ここから上見ちゃダメ。一応確認だけどここもダメだよね。ダメだよ、これやっと5ポイントいっちゃうから。あ、そうなんだ、分かんねえよこいつのルール。じゃあ出そうな雰囲気の筐体を見ろってこと？超面白い。これか。これが出そうと思いきやこっち出るパターン。じゃあさ、もう選んだから一回データ見てみない？選んだ後だからデータ見ていい？ダメ。あ、それもダメ。厳しいんだ。それ後からみんなはもう1ポイント。お互い番長打ちまくってるんですよ。なんで、まあ、これでその推測要素とか言わないで打つっていうのはなかなかね、本当難しいと思うんで、その辺注目して見ていただきたいなと思い、おいおい、ほら早速やっちゃってんじゃん。悪い癖。大事。あ、ダメか。何やってんの。あ、1ポイント。あ、1ポイント。もう1ポイントでしょこれ。あ、ダメか。だってこんなのもう完全に台を読もうとしてるじゃん。ざけんなよ。いや、ざけんなよ。当然ダメ。誰が決めたルールだよ。あー、そっか。あー、やっちゃったね。何ゲーム、何ゲーム。あの、250ゲーム。だから何じゃないけど、250ゲーム。あー、なになに。マジか。あ、マジか。マジか。え、何言った。怪しかったよ今。ダメだね。2ポイントだね今。あ、認めた。オッケー、前田2ポイント、ね、2ポイントね。早いな、おい。あの、これ5分ぐらいで終わりそうなんで大丈夫ですか。今だって思いっきり言ったもんね。やばいね。無反応のね、無反応のね、偉いなぁ。変わりましたからね。だってもう2ポイント使ってますからね。確かに。まあだから逆に説明をすると、多分弱テリを引いて高額状態で上がった可能性が高いってことですね。超かゆいんだけどこの進行。でもガッキーといえばもう
生粋のナイト好きなわけだよね。そうですね、中でももう最悪でしょ今。いや、あのね、まだあんま感じない。まだ大丈夫。まだだって50ゲーム回してないし。ああ、でもさ、ここに文字とかあったらやばいね。際どい今。何何何、文字あったら何なの。え、だからやばいね。やばいの、ここに文字あったら。全然知らない。え、おいバカ野郎、ここ気付くんだろ。見てるな。何ニヤニヤしてんだどうした、何が起きた。いや、そろそろ仁王門の時期じゃないって言うから。あれ、もしやって、もしやって頭の中で思い描いた瞬間にこっちを向くな。ちょっと待って、もう一個確認したいんだけど、これ乗り打ち。もちろん。あ、これも乗り打ちなのね。あ、じゃあ相手と競うわけじゃないから、おめでたいことね、いいことは。多分今日ダメだから。はい、パチンコからの流れでね。おう、なんだろう、他力本願ってどういうことだよ。これ一個言わして。おう、共通ベル脳内カウントしちゃうよね、ついつい。今の怪しくない、なんか。いや、だから確認した。なんか今の別にさ、お断り入れたじゃん。言わなくてもいいじゃん、そんなの。カウントしてないし。知らない、知らなかったの。してない、してない。しない、しない。何、脳内カウント。何、脳内メーカーみたいな感じ。ダメですね、小焼けカウンターなければ脳内カウンター。おしまいぞ、おしまいぞ、これ斜め出るの。あとはどこの弱点に、この押し方。なになに、これダメなの。いや、なんかディレクター RG も出てるけど、だってこれ完全コアだもん。これ2点っすよね。役はジャクテリー。ジャクテリー、はい、もうダメ。マイナス2ポイント。あれ、大谷、大谷、大谷。今の怪しいよ。ステージが今よ喜んだ雰囲気の方だったから。じゃあ1ポイント2点よ、とりあえず。うん、前日見頃。もう言いたくなった、言いたくなったね。いや、それはね、言うべきだと思う。でも、まあ、前日256で、まあ、本日158、まあ、400のゾーンステージチェンジ、まあ、つまり据え置きかな。あー、すっきりした。ストレスがね、ちょっとあるからね。いや、でもそうですね、今のは言うべきですよ。またまたジャクテリー。ジャクテリーが何ゲームか後に対決に発展。なんかいい感じがする。ダメダメダメ、 D がダメだ。 D がダメって言ったらしょうがない。いや、無理だよ。いや、無理だ今のは。いや、でもこれが出たら行っちゃいますよ、さすがに。ここで蹴りをつけ、演出を楽しめばいいのか。あー、ダメだった、ダメだった、ダメだった。なんか騒がしいんじゃないの。なんかこれ言いたいことあるんじゃないの。いや、特には特にはございませんけど。
なんかない、なんかないよ。あのね、カメラでは捉えられなかったけど。すごい。あの今真似しますよ。真似しますよ。ヘルメット通るもんね。こっちに僕がいるとして。恥ずかしいな。何を込めて確認して。なんか音だったもんね。今ね。なりましたね。音だったからね。チャンスなんですかね。さあ。打ってみればわかるんじゃない。今のねギリギリだよ。ギリギリだけどすごかったから。なんか本日の会議はこれにて終了。これってダメってことですか。分かってんだろ。さあ、当たる前にあって言ったよね。いやだってモグモグしてんだもん。当たりました。レインボーに光ってるんで当たりです。何で当たったんですかね。え、何で当たったんですかね。いや分かんないですけど今439ゲームです。あー面白い。なんだよ、引っ掛けに来んじゃねえ。ビールがうまい。やべ、こっからでも大変だ。ここに押したら怒ったでしょ、絶対。いや、おい、なんで別に。まずはこれ楽しむためにはきっとこれがいい。僕、7本で当たりました。まあ、楽しめる感じですね、この感じでいけば。で、初回と同じくボールはもう9本使ってますね。はい。多分外れました。なんか外れたってことないでしょ。何引いたかぐらいは言ってもいいでしょ。そこはチャンスですね。それでもなかなか詳しいことが言えないってことは、大移動とかしにくない。番長を楽しむためのコメントはいいんじゃないかな。そのね、基準が分かりにくいんだよ。本気で勝負するのが驚き勝負。終わりです。132枚でした。でした。あらさ。ねえ、いつ当たるのこれ。いつ当たるの。はい。いつ当たるのこれ。回してたら当たるでしょ。回してたら400何ゲームで当たったよ。回してたら。これがエリートよ。あ。あ、今って言ったな。なんか言ってるよ。なんか言ってるね。激アツ。お、激アツって出た。激アツって出た。今同じようなね、役を引いて、同じようなって同じ役を引いて、引いてました。これ難しいわ。あー面白いね。いやー、おもろいわ。裏で、あのですね、聞いてください。
さっき、ついさっきですよ、このワンダーランド鹿児島新栄店のスタッフの方に言われてたんですよ。山田孝之に似てますねって。そしたら、ああ、言われたことあります。めっちゃクールに答えたでしょ。あ、言われたことある。そういうのやめて後で、後でちょっとね、裏行こうね全部バラしたの。熱いわ。驚き入ります。驚き入ります。なんかホイッスル鳴った。新人発明ニューマシン。嘘つけそれはおかしいだろ。あ、これあれで、ね、1枚であげて。打ち方変わったよ明らかに変わったよ今多分ちゃんと映してたと思う。楽しいよね、ここ。そうなの、楽しいよ。いや、明らかに変わった。波出るんだよ、楽しくない？このでも波出るのは押すときでしょいや、そういうことですよ。もう引いてるから楽しませてよおっ、おっ、あらおっ、あれ、これダメだ。うわぁ、これダメ、もったいない。研修開始。この人の目いいですか。いっぱい、はい、あのねデータ見ましたあれですね、レアなパターンですね。レアなパターンですね。それはちょっと伝えたい。なかなかないです、あの利用門終わりの研修。まあ一応ゾーンは絡んでたんだよね。うん、狙わねえんだあ、赤いのが揃いました。当たりまして、11本。どうし、触ってたよね。バーチョー楽しい。ちょっとこう気持ち悪い、気持ち悪い。触ってたもん、ここ。いや、もうせっかくだから言いなさい。ちゃんと伝えなさい。はい、そうですね。まあ、トドルキ BB 中はですね、実は、7ゾロイ、つまり本戦超チームの場合は、ここ触って、特殊な効果音が鳴る場合がございます。つまり、触るべし。生き生きしてる。すごい生き生きしてる。ただし、本戦超中でも鳴らない可能性があるんで、ここは注意してる。意外にタッチセンサーって、まあ、使いどころ、触りどころ分かんない。いつまで行ってんの？な？いつまで行ってんの？何？いつまで解説してたの？言わして。なんか終わっちゃいました。ちなみに、
よくわかんないけど、多分もうアウトだから。もう5ポイントがよくわかったから。回りました。じゃあいいです、5ポイント、うん、認めます。認める。はい、あれでいいや。ちょっといいコーヒーを、ちょっといいコーヒーを、ここにいる関係者全員に。あ、バツ？バツとして？そう、コーヒーショップでね。まあまあいい、近くにあるのは分かってるから、そこに行ってきて、買ってきて、その今回のでね、とりあえず。まあその辺自販機やな。自販機？自販機の、まあ、何買わせようとしてるんだよ。いやいやいや、見てみて、カメラさんの顔見てみ、どうなのよ。音声さんも見たけど。どうなのよ。わかりました、わかりました。すいません、テイクアウトでアイスコーヒー2つと、あ、トールでキャラメルマキアート2つ、あ、両方ともアイスで。すいません、遅くなりました。もたもたするからっすね。あ、すいません。はい、じゃあキャラメルなんちゃらの人、どうも。はい、どうぞ。甘いの飲みたかったからね、うん、はい、どうぞ。いや、あのね、いや、ちょ、一回全部出そうよ、ちょっとちゃんと買ってきたの見せないと。なんとかフラペチーノみたいなやつ。なにこれ、なにこれ。いや、スイーツだよ。スイーツ、うん、クランベリーケーキっぽいやつ。出たよ、スイーツ男子アピール。これもムカついたから買ってきた。スイーツって言えんのこれ。スイーツでしょ。うまそう、まあ、そう、超うまそう、全然取れないけど。食べよう食べよう、みんなでもう好きにやって。あの下りやってないでしょ。聞いてないのもあるだろ、一個。あれあれ、じゃあ探そう、探そう、探そう。それやんなきゃ終われないから、最後終われないし、帰れないね。そうね、あのね、あー、いた。すいません、お仕事中。これなんで緊張してんじゃねえ。はい、鹿児島市前原あゆみと申します。よろしく。前原あゆみさん、あの、失礼じゃなければ年齢嫌ならいい。いくつぐらいだと思いますか。20歳ぐらい。リアルに22。ダメじゃん。え、なんだ、ダメじゃん。惜しいな。間取ったらそれよかったのね。彼氏にするならどっち。ありがとうございます。即答できた、即答できた、即答できた。あと、まあ言わないでください。 お兄さんにしたい人はどっちと、あ、そう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 、と結婚したいならどっちで、2つで、2人目つぶって下見てるんで、あの、手を触っていただいていいですか。お兄さんです。はいはい、いきます、お願いします。あの、触ったら何か言っていただいて。じゃあ結婚決めようか。じゃあ結婚したい方はどちらでしょうか。お願いします。あさあ、ちなみにどこがいいですか。彼氏と結婚ですね。すいません、パーマです。あ、ごめんなさい。いや、でも、誰に出るんですか。誰に出るんですか。いやー、いいよ、いいよ、いいよ。でも、映画見たお母さんたち見てたテレビの殺された人に。わかんねえ。殺された人入っていいっすか。いや、もう終わりだからね。もう帰るからいいけど。うるせえよ。あー、そうだ。まあ、でも好きそうだよね。
あーもうこんなパン言ってダメやん。あ、無理ありがとうございます。実践終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー本当ね、まさか満杯出るとは思いもしませんでしたね。そうなの？あのこの後いつどこでまあそんなことは全くないですけれども、中途半端でしたね。だいぶグダグダでしたまあ2回連続で何か買いに行ってるからねそこ考えた方がいいよ。いや俺そういう役割なんだなっていうのはまあ今回実践通じてね、すげえ分かった。初回はみんなの分の飯をおごり、はい、今回はみんなの分のドリンク。走りでいいっすよねなんか言ってくれば買いに行く。そうです、皆さん。そうだそうです。ぜひ皆さん、はい、次回もご期待いただければなと思います。お願いします。ということで今回ここまでです。さようなら。